はい、皆さんこんばんは。さあ本日もデッドライジングデジタルリマスター版ですね、やっていきたいと思います。時間はですね、初日の18時です。次のケースは翌朝の6時までありますので、だいぶ自由な時間がありますね。まあ自由な時間というか、この時間で、サバイバーですね、救助者を助ける、かつですね、レベルアップなんかもしていきたいかなと思っております。なのであまり時間は猶予ないんですよね。でこれからですね、夜になると、なんじゃっけな、照明が落ちちゃうので光源を確保しておきます。それがこれですね、おもちゃのブレードです。これ自体は攻撃力ほとんどないんですけども、これ持ってるだけで、明るくなりますと、周りが。なのでおもちゃのブレードを持って嘆く母親かなをやろうかな、行こうと思います。で嘆く母親を助けに行くんですけども、中庭にはですね、18時以降はサンバカが徘徊し始めますと。サンバカって何かっていうとですね、3人のバカですね。なので厄介なので、まあ、とても話が通じなさそうなので、そいつらは地下から行ってですね、地下から行って、うん、サンバカを回帰しましょう。ちょっとね、救助者を連れてる状態でサンバカを相手するのは非常に厳しいので、まずは出現させないようにしつつ、それ以降はですね、救助者がいない状態でサンバカとは対戦しましょうか。こっちじゃないですね、これ道間違えてますね。道間違えたからその分多く引けそうです。おお、爆発だ。結構ね、道をね、間違えるようなんでね、地下は結構複雑です。うわ、爆発すげえ。こっちですね、ここです、ここです。あ、ちょうどレベルも上がりました。よかったよかった。偶然何かね、ゴム状のものを引いた結果レベルが上がりました。ありがとうございます、ありがとうございます。よいしょ。じゃあちょっと武器は温存しておこうかな。ここですね、嘆く母親はこれですね。どうした、どうした、大丈夫か。グレース、グレースはどこ。私の赤ちゃんを返して。グレース、グレース、答えて、グレースはどこなの。やめろ、話せ。グレース、子供とはぐれた。集まってきちゃった。グレース、私の赤ちゃん。あんたの赤ちゃんなら俺が探してやる。まずは安全な場所に。おお、バッテリーが。グレースはね、食われたのよ、あのゾンビどもに。私の目の前で。うん、ちょっとコントローラーのバッテリーがやばい。娘を食った奴らの仲間に来い。あんたは俺が死なせない。かっこいい、めっちゃ集まってきちゃったな。そしたら誰かいないか。助けたいんだけど、ちょっとお前帰ってください。ほら宝石だぞ、ちゃんと食え。持ってけ泥棒。じゃあ行きましょう。でね、この姉ちゃんがその足が悪いので、彼女をおぶって、どこ乗ってんの、ついてこい。彼女をおぶっていかなきゃいけません。なのでちょっと、あそこだ。ちょっと降りてくれ、欲しいな。おぶっていきます。でこの状態ですね、この状態であの地下を抜けていかなきゃなりません。非常に絶望感ある感じですよね。地下といえばとんでもないゾンビの数の中を抜けていかなきゃいけないわけで、かといってここには車は今ないので、そしてさらに追い打ちをかけるように夜時間ですね、
19時を回ると夜の時間になってナイトタイムですねになります。まあ、そうすると何が起きるかというとですね、まあ、ちょっとエッチな時間が始まるわけではなくですね、ゾンビたちがより過激に凶暴化しますと。エッチな時間だったらよかったんですけどね、残念ながらそういうことはありません。でその状態でこの地下を抜けて、パラダイスプラザまで行きますと。ちなみにこの車は動きません。フランク、あれを見て、写真に撮れそうじゃない。あ、本当？こういうの教えてくれるんですよね。完璧だ。この車は運転できないので、ほらタイヤが潰れてるのね。残念ながら覚っていきましょうか。ゾンビが凶暴化して、かつゾンビが大量にこのね先、湧いている地下道を抜けなきゃいけないという非常に絶望感あふれる状況ではございますが、この世界のゾンビってすごい空気を読むで、おぶってる状態だとなんかこういい感じに攻撃を外してくれるんですよ。いい感じにこう掴んできそうで掴んでこない、殴ってきそうでこう意外と抜けられるんですよ。これいわゆるゾンデレってやつですね。ニコニコの時代にも言われるんですが届かない場所だったね。ゾンデレ状態のサンクさんは結構最強クラスに強くて、これほぼ捕まれることないです。ただたまに空気読めないエキストラがですね、たまにこう手が当たっちゃってダメージを受けることがあるんです。その時に救助者を落っこちてしまうんですよ。そうすると掴み攻撃が発生して捕まれちゃうので、そこだけ注意ですね。でも意外とこう敵の真ん中突っ込んでても大丈夫、敵引っ張っても大丈夫です。敵にぶつかっても大丈夫。実はこう見えてこのゾンデレ状態の時は安全だったりします。救助者を普通にこう、あ、これどこだっけ、こっちか、危ない危ない、きつれてる時の状態の方が危ないですよね。はい、じゃあゾンデレで抜けていきましょうね。空気読んで当たんないでしょ。当たりそうで当たらない。ね、おまわりさんも撃ってこないと。だからわざわざその救助者を危険なところに置いといて、車を取りに行くよりもおぶってっちゃった方が早いですね。あるいはその救助者を置いたまま別のエリアに移動しちゃうと徐々に体力が減るっていうスリップダメージを受けちゃうので、まあ、基本的には一緒に動いた方がいいですね。OK です。さあパラダイスプラザ、うん、言えてない、パラダイスプラザに着きました。言えてないね。このまま守衛室まで出てきましょう。でこれが終わったら今度はさっき言ってたサンバがですね、中庭にいるサンバが逆にを倒していきましょう。まあ、順番逆でもいいですね。先にサンバがやっちゃって、中庭取れるようにしてゾンデレでも全然 OK です。ただ、ね、地下室を歩くのもちょっと見せたかったのでこの順番で今回はやっております。14年前はどっちからやったか覚えてないですけどね。どっちからやったんだっけ。もしかしたらニコニコの方は救助を多少カットしてた気がするから映ってないかもしれないですね。はい、ちょっと失礼するよ。はい、ゾンビと仲良くエレベーターに乗って到着しましたね。赤ちゃんの分まで長く生きてほしいですね。グレースのことは忘れられないけど、あの子の分も生きないとね。そうね。よし、さてでは次に行きましょう。そしたら、ちょっとね、どうしようかな。コストが重いな。ゾンビのね、レベルアップするためにこのゾンビの本持ってるんですけど、こんなね、なくてもいいかなと思ってるんで、置いちゃってもいいような気がするな。まあでも後で考えよう。こんな早く取らなくてもね、もうちょっと後になってから取っても全然いいと思います。コストが重すぎてね。これだと。あお突っ込んでしまった。
安当たり。思い通りにいかないこともある。そしたらは、じゃあさっき言った中庭ですね。中庭に入っていきたいと思います。一応ボス、ボスかなになりますので、ちゃんと回復とかしていこうかな。ちょ、パイもらうよ。うますぎる。ダイナミック大戦。じゃあ温存してたショットガンを使っていきましょう。はい、それでは3人の囚人たちですね。サンバカです。サンバカ戦となります。残念なことに男性のサバイバーは殺されてしまいましたが、まだ女の子は逃げ回ってます。なのでこの辺使うか、この辺のあれを使うか。よし、くらえー。一匹やったね。ショットガンが強いので。で、こういうなんか建物を利用、利用すると安全に戦いますと。はい、終わりですね。あとは、ドライバーだけか。何が落ちたのこれ。頭か。体当たり攻撃が結構えぐくて、その、車のね。で、その、電柱とか、こういう、あ、避けたか。壁とかに当たると止まってくれるので、そこを狙うといいですね。まあ露骨に待ってると来ないんだけどね。ショットガン強いね、やっぱりね。ちゃんと当たると威力ある。当たらん。ちょっとコントローラーガバエイムだと無理かな。お、避けたか。にゃーん、なかなか当たらんな。露骨に待ってると突っ込んでこないね。電柱の方がいいかも。電柱だと当たるかもね。お、避けた。あ、当たってるね。あと31発か。飛び蹴りで倒せるかな。もうちょいだな。おっ、当たりそうだな。ギリギリ出ますか。スレスレ出ますか。お、避けた。ナガロスうめえじゃん。ナガロスゲームうまいかも。こっちでやってみようか。ほい、よっしゃー。飛び蹴りで勝利。待って、彼女待って。彼女が逃げ回ってるので、彼女を迎えに行きます。へい、彼女は乗らないかい。誰かいないか。ちょっと、どこ待って。怪しい、怪しい人じゃない。見た目は怪しいけど、早く乗って。早く乗って。
乗るはずだけど。どういう運転した？今。オッケー。これで、大丈夫ですね。彼女とご機嫌なドライブをしましょう。で、そうですね。このまま地下室で、引きまくりのランデブーをしてもいいんですけども、まあ、時間がもったいないので、まあ、ここは、まあ、軽く引くだけにしておきますか。ね、時間がさすがに押してっております、ゆえ。よし。こっちだ！ただ手土産もらっておこうかな。これもらっていきましょう。こっちだ！彼女の手を引いていってもいいんですけど、私はこっちを持っていこうかな。より安全に、より安全に。こっちだ。さっきの囚人たちよりかよっぽどやべえですけどね。モールで銃乱射。カモン。こっちだ。ついてこい。でもまあ道を切り開くという意味では安全ですよね。こっちの方がね。ついてこい。よし、切り開いてますね、道をね。行くぞ。行くよ。今9時か。来てる？あ、ちょっと引いてますね、彼女ね。ワンダーランドプラザのライドマシンが暴走し始めたんだ。ほう。まだ誰かがいるのかもしれんな。ちょっと見てきてくれないか。わかりました。次の通信が入りましたね。次は、ライドマシンが暴走してるらしいので、それを調査に行きますと。こっちだ。まあ、その前に彼女をね、ちゃんと安全なところに送り届けてからですね。強いですね。屈指の強さだなんで、これまあ明らかにオーバーキルですけどね、これね。ついてこい。よし。ほら、道を開けろ。道を開けろ。ミキサーで食料を混ぜればいろんな飲み物を作れるわよ。そうなんだ。よし。ぽい。じゃあ最後は彼女と仲良く手つないでいこうかな。この手つないでる状態でもゾンデレが始まるので、これでも全然構いませんと。よかったね、ちょっとだけ手つなげたね。彼が殺されるなんてひどい。なんかジェイソンいなかった、この子。ステルスキャラのジェイソンいなかったかも。よし。そしたら、じゃあ、ライトマシンですね。見に行きましょう。武器1個もねえじゃん。どっかで武器調達しないとまずいね、これね。武器ゼロ。なんか今、パイプが人影に見えたね。ゾンビ見すぎてるか？武器が1個もないよ。どっかで武器を調達しないと。これレーザーブレードみたいなやつ、これおもちゃなんで、攻撃力、ミリもないのでね。そしたら、じゃあ、そうですね、ワンダーランドプラザに向かいます。ワンダーランドプラザは、行くの初めてだよね。行くためには、まずノースプラザから抜けていかなきゃいけないのかな。ノースプラザ、ちょっと敵が多いので、ダメージ覚悟で突破する感じになっちゃうかな。あと少しで入れたのに。最後に噛まれちゃった。フランク、今お前さんのいる場所がノースプラザだ。スーパー、ナイフ屋、ガンショップ、ホームセンター。お前さんが好きそうな店があるんじゃないか。ガンショップはありがたいですね。ガンショップでも後ほど行きます。今はちょっと一回避けます。完璧だ。完璧だ。よし。ちょっと武器何もないんで、ちょっとまずいですね。ちょっとそのトンファもらえない？トンファもらっていきましょう。で、ここで
オートフォーカスができるかな。あいた、あ、何すんだよお前。完璧だ。あと回復も取っとこうかな、一応念のためにね。よいしょ、1個回復取っときます。ほい、ちょっとねノースプラザ敵が多いのでね、ここ抜けていくの結構しんどいんですよね。上も下も敵だらけ。あチキショウメイ。タックルしつつ、まあ、ジャンプキックが強い。ウィースケボーを使っていってもいいけど、おいしょ、この中を抜けていくのはちょっとかなり難しいんじゃないかな。そこにですね、武器屋さんがあるんですよ。ここはありがたいですね、これ。いた、あ、やるじゃない、達人か。武器屋さんがあるので、この武器屋さんでちょっと武器を調達しますと。まあブレイド、すごっ。でおなじみの刀かな。刀がやっぱ使いやすいので、刀は使ってってもいいような気がする。敵が真っ二つですね。えい、すごい。全然これ規制されてるのかなって感じですよね。ちょっとコスト重いな。ここに拳銃持ってるやついなかったっけ。いないか。まあいいや、これでいきましょう。ワンダーランドプラザですね、これが。お前さんのいる場所がワンダーランドプラザだ。そこの売りは何と言ってもライドマシンだな。危険だから走行中に飛び降りたりするなよ。夜モードなので敵が早いですね。あ、照明がちょうど落ちちゃった。ちょうど照明落ちちゃったね。 100% で撮りたかったけど、えいや、もう完璧だ。夜だと照明が落ちちゃうんですよ。時間的に10時なんで落ちちゃいましたね。しょうがない、暗い中行きましょう。もしかしたらここに食い物あったかな。本屋さんに食い物があったかも。どくい。レジが、これ、なんか違うな。食い物なかったかな。まあいっか、体力回復持ってるし。おうね、このおもちゃのブレード持ってるだけで少し周りが明るくなりますと。これ助かりますね。じゃあなぜか止まることなく暴走してるこのライドマシン、これを止めましょう。えい、ポチッとな。僕を見て楽しんでる。僕もみんなを楽しませたのに。なのにみんな今はもう。ゾンビたちがやってきてみんなを食べちゃったんだ。だけど今はみんな幸せさ。マシンに乗って超ご機嫌。だからマシンは止めさせないよ。止めたらみんなにゾンビが追いついちゃう。そうなったら楽しい時間が終わっちゃうからね。
はい、サイコパスはアダム戦ですね。あのライドマシンのせいの人形だったんですけども、あれ多分表現的な問題で実際はゾンビに食われた子供でしょうね。おお、やるやる、ゾンビに食われた子供なんでしょうけど、それをね表現的な問題で規制したもんだと思います。まあ、本当は子供が大好きだったんですね、アダムはね。みんなの笑顔は大好きだったんだけど、大好きな子供がゾンビに食われるのを見ておかしくなっちゃった。それがサイコパスですね。ちょっと振りが遅いか。ほい、火を切って、ほいほいほい、3発。日本刀の方がいいね。下に落ちてったな。これチャンスですね、ここね。あぶね、火吹いた後に一呼吸の時に入れます。もう一回食らっても大丈夫かな。おー、空気読めないゾンビが、空気読めないゾンビが来てる。君危ないよ。これチャンスですね、ここ。ハッピーになれないよ。あ、やばい、死ぬ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 。回復します。はは、ゆびゾンビ、あのゾンビなんだろうね。チャンスね、自分で撒いた、自分で撒いた風船で咳込んでましたね。昔の私だったらここをサムネにしてましたけどね。今はやめた方が良さそうですよね。はい、レベルアップですね。そしたらこれ最強クラスの片手チェーンソーですね。これを取りつつライドマシンを止めましょう。子供じゃなくてスタッフが乗ってましたね。逃げ込んだらね、一生と降りれなくなっちゃった。ぐったりしてる。ありがとう、危ないところだった。生き残った人間は他にもいるのか。ああ、みんな守衛室だ。あそこなら安全だろう。守衛室か、近道を知ってるぞ。ということなので、これいくらでもこれ取れるんだよね。便利ですよね。すごいピンボール下げた、入ってる、よし。はーい、行きましょう。このね、片手チェーンソーがめちゃくちゃ強いんですよ。めちゃくちゃ強いんですよ、これ。はい、行きましょう。すごいね、振りが速くて威力が高い。な、耐久値がね、あ、な、まあ耐久値を増やす本と一緒に持ったりするとかなり強いんですけども、まあ、今レベル的にねアイテム ストックの枠が少ないのでそれはやりませんけど、これね、今後も先も主力で使っていける武器となります。よいしょ、いってるいってるいってる、大丈夫大丈夫、来てます。こいつでもな、何な、こっちだって言いながら普通に女子トイレ入ってくからね。ここからならパラダイスプラザに直通だ。どうだ、近道だろ。俺の案内はここまでだ。あとはあんたに任せるよ。これ便利ですよね。これを使うと一撃で、パラダイスプラザに行けるというワープゾーンですね。ワンダーランドプラザの本屋に2人組がいるぞ。日本人の2人組だ。日本人だって。多分観光客だな。
ってくノースプラザのスーパーの方から逃げる人影が見えたぞ。ずいぶん取り乱してたみたいだ。ありゃ誰かに襲われたな。2つのあれが入電したんですけども、ノースプラザを一緒にやっちゃってもいいですが、ここはそうですね、こちら、あ、待って、こっちと交換してもらっていい？じゃあ行くぞ。違う、セーブ完璧だ。セーブした。待って、ひろいたい。よしよし、あ、ついてこい。そしたら、さっきのところにまた戻りまして、こっちだ。今度は観光客を救いに行きます。本当はサバイバーあまり多く釣れない方がいいんですけども、せっかくなんでここは一緒に来てもらいましょう。こっちだ。グレッグにも来てもらって、いい武器持ってるんで多分死ぬことはそうそうないでしょう。こっちだ。こっちですね。新人、うわ、また変なのが来た。観光客、日本人か。こいつらですね、日本語じゃないと聞いてくれないので、ここにある日本語で喋る本を使って喋りかけます。お待ちください。私、違う、怪しくない。あなたなんで急に片言なんだね。さっきは日本語喋ってたのに。私、フランク、写真撮る仕事。私、あなた、行く安全な場所、一緒に。一緒に来いって言ってるみたいだぜ。どうする？うん、どうするって、ここは信じてついていくしか。お前、もうちょっと慎重に考えろよ。こんなところに取材しに来るやつがいるかよ。あからさまに怪しいぜ。し、声が大きいよ。大丈夫だよ、あんな片言野郎には分かんないって。どっちにしたって僕たちだけじゃどうしようもないだろ、うん、ダメで元々だよ。騙されたと思ってついていってみようよ。だけど、お前がこんなチンケな街に行こうなんて言わなきゃ今頃。なんだよ、面白そうだって言ったのはシンジじゃないか。来るか来ないか早く決めてください。すみません、行きます。すみません。完璧だ。すみません、よろしくお願いします。まあ、ちょっと海外のね、日本のイメージでしょうねそういうお辞儀は多分しないと思いますけど、じゃあ U の方に日本と渡しとこうかな。あ、武器足んねえな。なんか一人混じってるけど、普通に参加してたけど。ついてこい。では、4人で向かいましょう。ノースプラザにいる人は次回、武器屋をですね、行く際に、ガンショップに行く際に、じゃあ、救いましょうか。今回は、ここら辺にしとこうかな。違う、それじゃない。助けて。それは殴るものじゃない。それは俺の攻撃。まあいいや。こっちだ。はい、こっちだ。なかなか天安ワイヤーでございますが、あそこだ。来てる。一人遅いな。オッケー。これ欠点はエンジン音がうるさいことですね。かなりエンジン音がうるさいね。こっちだ。じゃあ、3人引き連れて。やっぱ暗いね、やっぱ夜はね。こっちだ。まだでもゾンビの数がそんなに多くないので、なんとかなります、ね、そろそろレベル的にあれか。そろそろレベル的にあれかな、スキル。ダブルラリアットがそろそろ解禁。まだなってないか。もうちょいですね。19ぐらいからかな。ダブルラリアットができるようになるかもね。そしたら、より一層、戦いが楽になりますね。
肉の塊はゾンビの大好物だ。投げたら有益な情報も教えてくれるんですね。連れてこい。これ拾ってきます。こっちだ。前回と同じ仕様であるのであれば、サバイバーが持ってるチェーンソーは耐久値が減らないんですよね。つかこれ耐久値が余ってる方だったな。余ってる。まあいっか。ついてこい。せっかくだから倒すか。おわら。助けてー。はい、行きましょう。そしたら、じゃあそうね、どっちも耐久値減ってるやつだこれまあいいか、これを返してもらいましょう。はい、じゃあみんな帰りますよ。こっちです。全然映ってない。完璧だ。完璧だし。ありがとうございました。おかげで助かりました。はい、ということで2人吸ったのがで、これで今何時だったっけな。12時か。一回収益室に戻ります。おいフランク、手を貸してくれ。おい、なんだよ。ヘリの件もあることだ。ここは協力しよう。ああ。だが、すべてを話せるわけじゃない。聞いたとしても、それを発表できるとは限らん。だから、つまり、それぐらい厄介な事態ってことだ。ゾンビが街に溢れてるんだ。厄介だってことは俺も知ってるよ。ゾンビか。これが現実だとはな。信じられんよ。大丈夫か？ああ、気にするな。少し休んだらブラッド。いや、君が先に休め。4時間で交代だ。 OK、うんうん、さてチャンスか。何これ以上、これ以上いけない。いいね。いいでしょ。ガードの固い女だな。よし。はい、ということで、日付も変わりまして、翌朝また6時、まだ6時間ありますね。で、さっき入ったニューですね、ノースプラザの人影ですね、こちらが残っているので、次はノースプラザのね、そちらを助けに行きつつ、ガンショップですね、ガンショップに行って武器とかね、あるいはガンショップの主人との対決をやっていきたいと思います。はい、ということで時間もいいところで今回はここまでにしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。お疲れ様でした。